ゴミはね、ダメですよ。入っていけれない奥までゴミが。どうしようもないな。冬に来てね、枯れてる時に撮ろうと思います。久しぶりのねフィールドにやってきました。道がね崩れて一時期ね来れなくなってたんですけど、ちゃんとね修理されてありますね。ただ農家の方が、まあ、来なくなったんで、まあこの辺なんか山に帰りかけてますけどさて楽しみだ。ここにね先に来て釣りしてくれてるまあ人いるんですけど、まあその時はねちょっとバスが入れなかったり、まあ釣れなかったらしいんですけどね。タイミングがあると思いますんで。パッドがね少なくなりましたね。あそこの他リリーパッドがねぎっしり埋まってて、そのリリーパッドの中にフログを通したりとかするとすごく楽しかったんですけど、まあ、オープンになってるのはなってるでそれはいいのかもしれないですけど、いつもクリアなんですけどね、ちょっと濁ってますね。雨が降っても比較的クリアなのがこの池なんだけど、濁ってますね。こんなにね草が伸びても人の通る道だけは残っているっていうのが、まあ、釣り人は途絶えてないのがわかりますね。もう知る人ぞ知る場所みたいな感じなんですけど、こういった場所でもねやっぱり個体数って減っていくのかな。バスの稚魚がいる、1年目がいる、なかなか釣るのが難しい池って、なんかすごいちっちゃいのは見えるんだけど20センチ以上のバスがなかなか見えない。なんで、あ、でもちっちゃいバスはいる。スポーニングがね、行われたっていう証明がそこにある。それにしてもね、こういう場所ね、心が安らぎます。雰囲気最高。釣れたらね、もっといいんだけど。もう荒れに荒れてるから、対岸にもね、行く道、ダメになってるだろうな。厳しいだろうな。先に来てくれた方々がね、崩れてなかったよって言ってたんで、農家の人がこういうのあったら直すかなと思ってたんだけど、直してるみたいでよかった。無事にね来れました。道が崩れてからね僕は来てなかったんで、久しぶりですごい嬉しい。もうそれだけでね楽しい。にしても、あ、おった、20センチのバスおった、20センチのバスおった。そっと、あの20センチのバス釣りたい。ああ、50アップおった。投げとったところの奥におったんや。むちゃくちゃ浅いところにおった。もう GoPro が熱暴走でどうにもならんわ。もうそういう時期だな。よっしゃ、釣れましたよ。皆さんね、釣れましたよ。ちっちゃいですけど、まあ20、僕の親指から小指が21センチなんで23、4センチぐらいかな。今ね、流れ込みに
これぐらいのサイズが消えていったんだけど、これ入れたらタクっていきまして、できればね、さっき見えた50アップ釣りたかったんだけどね、コバスが入っていった時に超浅い、もうほとんど潰れてる流れ込みのところから50アップがねゆっくり出てきました。久しぶりに来てちゃんと釣れました。ラスのサンキューね。何匹かいるな。さっきまでいなかったのにな。小さいのが回遊して入ってきた。で50アップは逆に出ていった。草の陰に隠れて見えなかったけど、でそこから出てきた。あ、食った一撃楽しい楽しい。流れ込みナイスキャストで一撃サンキュー。ちっちゃ。あれ、なんか襲われとるぞこいつ丸飲みされとるけど、なんとかなんとか歯型があるよ。すごいいっぱい、なんかこうがっつりへこんどるし、さっきの50アップに食われかけたんかな。よう生還したな君今度はね襲われんようにしなよあ、50アップまた戻ってきた。やたらあそこにこだわってる。釣られてないと思うんだけどな。のしねえな。ちょっとボムスラもう一回投げてみよう。ちょっと一回離れようかな。あっちの奥様子見てこようかな。あ、おったおったおった。別の50がおる。些細な、ああいう草の下になんか隠れる。なぜか岸にベタベタに張り付く。何回か食い損ねて、なんか腹でかかってしまった。それがかりになってしまった。でもものすごい勢いで食ってきたなこいつ。ボムスライド、あ、腕がちぎられてしまったボムスライドフィッシュサンキュー、ありがとう。今度はねボムスラからリービーウーマフリーのね、脳進化でフリーリブ用ですけど、あえてね脳進化で使っていきます。バスはね見えないんですけど、リリーパッドの下にいてね、ゴムスラでねガバッときましたね。
今もね見えてないんですけど、来た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 、乗らんかった。ちょっとサイズがちっちゃすぎた。うわ、めっちゃバスおるやん、こっちの奥。しくったけど乗らねえ。食った、また食った。あ、ちっちゃすぎる。めっちゃ食っとるやん。ただ、あ、走った。よし、よし。トニトニさん、ちっちゃいですけど DB 馬振り脳進化で使って釣れました。やりました。まあサイズはねちょっと置いといてください。まあでもね、ノーシンカーで釣れるっていうのがね、お見せできたなと思います。場所がね、いいのもあるかも。だけど。いや、でもね、このワームがすごくいいのがある。もう50アップ忘れてね、5バス無双始めますよ、多分僕。食った。あ、ちっちゃすぎた。フックアップしなかった。むちゃくちゃいる。さすがに針先隠してるからね、ちっちゃすぎて重みが乗らんで乗らない。食った。あ、また食ったけど、よし、食った。あ、針がかからん。めっちゃ食うてくるで。DB ウマフリー、トニトニさん。食った、食った。よっしゃ、今度は針がかかったで。よっしゃ。はい、DB ウマフリー。ちょっとカメラの温度が熱すぎて、これ以上撮影するの難しいかもしれん。 GoPro1 個体制だから。あ、また針がかかなかった。よし。DB ウマフリー。またリリーパッドの下にほとんどのバスが隠れた。あ、でもこうなるね。はい、DB ウマフリーで無双法。DB ウマフリー。楽しい。トニトニさんありがとうね。DB ウマフリー。フリーフォールでめちゃくちゃ反応がいいね。た、あ、逃げた。もうディビューマフリーじゃなくても何でもいいんだろうね、これ。まあ、元も子もないこと言っちゃいけんけど。でもやっぱフリーフォールかなり反応がいい。よし、また食った。あ、でもやっぱり、おー、ものすげえ奪い合い。ものすげえ奪い合いだけど、リリーパッドがあるから、変に合わせられないよ。10匹ぐらい集まってきた。釣りとね、ダメですよ。
いつもはね手袋で拾うんですけど、今ね、まあ、足絡みついたんで身動き取れなったんで、もう手で取りました。あとでねアルコール除菌しておきます。ダメですよ、ラインは。ちょっとね小走りするの楽しすぎてやめられないんで、そろそろねちょっとサイズアップ測ろうかなと思います。楽しかった。何十匹釣ったんだろうな。もう編集がね大変なんで、もうその辺はね思い切り短くしてお送りいたします。まあ食い方を見たらね、まあ、たくさん釣れてたんだろうなっていうのがね分かると思うんで、もういいかなと。まあ、30匹は多分釣ったんじゃないでしょうかね。いつまでやってんだっていう話なんですけど、やめれませんでしたね。村上さんがねコバスと遊んでもらうのねやめれないっていうのがね、まあ分かりますよっていう感じです。リビューもフリーでねめちゃくちゃ撮りました。トニトニさんねプレゼントしてくれて本当にありがとうございました。うわ来た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 、もうちょっとが戻ってきた。ちょっと動きをずっと見とこう。やっぱりリリーパッドの下に隠れてちょっととどまっとって、またリリーパッドの別のリリーパッドの下まで行くって感じだな。あいつ釣りて、まあ、サイズアップを狙うわけですけど、さっきの50アップはねいろいろやっても全然反応しないんで、まあ、ベローズギルのね脇掛けでやっていきたいと思います。忘れたバスの僕にとってのシークレットテク。ただリリーパッドとかに巻かれたらさすがに今サンゴを巻いてるけどちょっときつい。どこ行った、このベローズギルのね水面ピクピク、脇掛けピクピクかなりいいんですよ。よっしゃよっしゃ、やべやべやべ、切れた。はい、言わんこっちゃないことになってしまいました。サンゴでもねリリーパッドに巻かれて切れてしまいましたね。でも一撃で食いましたね。畜生、ドラグがバカだな。ドラグが閉まってなかったコントロールできんかった。50アップもったいな。あれ切れてないわ。皆さん切れたって言いましたけど、すごかった、切れてなかった。ただね巻かれて外れただけでした。バスクにね針が残らなくてよかった。ただいい引きだったな50アップ。めっちゃ丸々太っとってね、いい吹きでしたよ。サイトでねちゃんとかけれましたよ。かけれたけどな、動きを観察して思った通りのところに置いとったら一撃できすぎたけどキャッチできんかったけ、なんと情けない結果にねなりました。あでもリリーパッドにあれだけ巻かれてもね全然ね耐えられるのがこの CN500 っていうこともわかりました。でもとりあえずドラグがね閉まってなかったのは痛かったな。ドラグで閉まってる状況でちょっと主導権を握りたかったな。メタニウム使えばよかったな、同じ釣り方でも。こっちがねまあ操作とかしやすいからこっちを選んだんだけど、結構ね新しいでかいの入ってくるの待ってるんですけど入ってこないんで、そろそろね終わろうと思います。またね
この場所チャレンジしてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。